しくお願いします。どうもフリーパフォーマーの梅谷です。はい、今日はなんと今一番流行ってる創作漢字を僕が作っていきたいなと思います。パチ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 。あれ知ってますか？タピオカっていう漢字。ちょっと分かる。タピオカって漢字があるんですよ。女辺に甘いって書いてストローさせてタピオカ、これでタピオカって読むらしいんですよ。こういう漢字作りなんか多分僕らが一番得意っていうか、漢字の原点がもうメタニみたいなとこあるんで。そうなん？はい、今日は漢字を創作していきます。題しまして、第3712回創作漢字。はい、じゃあ僕の方から、お題を渡しますので、はい、それで創作漢字してもらっていいですか？ありがとう、ありがとう。じゃあ、まず一つ目。はい。じゃあ、日常で起こることっていう感じね。日常で起こることを一文字に表してください。日常で起こること、めっちゃ簡単。じゃあオープンお願いします。日常の人っていう感じ。日常の人っていう感じ、うんうん、はい、これで一文字。どういうことですか？説明してもらっていいですか？なんか日常の人っていう感じ。太陽浴びて、外犬3匹と散歩してる、この日常の人、これで一文字。簡単。なんか そっち系で来るとは思えへんかったから、そう、まあ、まあまあまあ簡単にやるとこんな感じ、まあ、ウォーミングアップね、うん、おう。じゃあ2つ目のお題いいですか？うん、2つ目のお題、お菓子。お菓子っていう感じ。いや、お菓子の、だから言うたらかきピーとかうまい棒とかを一文字で、なんか好きなお菓子を選んで。あ、なんでもいいよ、お菓子。そう、ロールスロイスとか。ロールス車ちゃうそれ。え、違う、なんかなかったっけ、お菓子。お菓子の漢字書いたんやな。そう、だから何、あれお菓子になるんかな。あ、できた。マジで早っ。おう、できました。できました。じゃあ発表お願いします。マヨネーズはお菓子なんですか？お菓子です。お菓子なんや。確かに赤と黄色。赤と黄色の間に油挟んでたら完全にこれはマヨネーズって呼ぶと。こういうことよ。そういうことなの、創作漢字。そうやで。間違ってない。何が創作やから。おう、じゃ逆に俺書いていい？当ててもらっていい？おう、当てるわ。じゃあ見せてくれる？ハスキ。あー、惜しい。惜しい。うん、な、分からんかったんやこれ。分からへん、難しい。答えは、下の歯ないない血出てるでした。いやいや、おかしいおかしい、ちょっと待って待って。え、さっき血なかったで。何が血出てきてるやん。何で、ちょっと待って、ごめん、もう一回見してくれる？何がよ。下の歯ないない血出る出てる。意味がわからん、もう。おう、じゃあラスト、うん、一つそんな感じしてもらいましょうね。じゃあ最後はお店の名前。お店、うん、お店名前を一文字で表してほしいな。あ、じゃあサイゼリア。サイゼリア。サイゼリア一文字。できた？できました。じゃあ見せてください。はい。何ですか？これでサイゼリア。いや違う違う。サイゼリアで下の歯ないない血出てる。間違って皿を食ったんかなとか思わせるような感じですよね。いや、まあでもそんなん言ってるよりもこれな、このミラノフドリア書いてるんやけど。ミラノフドリアやったんそれ。これってよく見てほしいんやけど、うん、どういうことかな、これ。どういうことかな。いくで、うん、これって結局皿やん、うん、タバスコかけるやん、血、うん、やん、うん、見てチーって感じだね。チーって感じだね。イコールこういうことよね。どういうこと。おう、じゃあもう最後に1個だけやらせて、うまい棒。簡単やん。はい、できました。できた。じゃあうまい棒見せてください。はい、うまい棒ですね。
イコールハテナは何？ちょっと待って、どういうこと？あ、うわ、これまた不思議発見しましたよね。これお皿ですよね。お皿乗ってる。お皿ってどんな感じ書きます？下にこう置いてますけど、こういう感じ書きますよね。うん、お皿はそうやってね。で、うまい棒が突き抜けてますよね、お皿から。お皿から突き抜けるほどのうまい棒ってどういうことかなって書きます。まず、そしたら、チーっていう感じになるんですよね。チーっていう感じになるんですよね。チーっていう感じ、イコール何かって考えたときに、梅田にパッと出た。これな。感じて不思議なもんで、うん、血のここ下のとことここつながってるからね。あ、そうなん。そうやね。おう！はい、ということで創作漢字をね、今考えたんですけども、全部採用ということで皆さん今日は視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いしますという漢字を一文字書いて終わりたいと思います。ではこれを見せて一気に終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。